はい、こんにちは、パソコンです。これまではスニッピングツールを使った動画撮影には、マイクやパソコンから再生された音を録音できませんでしたが、ついに新しいバージョンで録音できるようになりましたので、動画撮影やマイク、パソコンの音を録音する手順についてご紹介していきます。スニッピングツールの操作説明をする前に、古いバージョンだと録音できませんので、 マイクロソフトストアからスニッピングツールの更新を行います。スタートから右上のすべてのアプリをクリックします。そしてこの一覧からマイクロソフトストアをクリックします。次に左下にあるライブラリの項目をクリックします。そしてこの画面右上にある更新プログラムを取得するをクリックします。これでマイクロソフトストアからインストールできるアプリの中で古いバージョンがあった場合に 一括して最新新のバージョンに更新できますアプリの更新が終わったら Microsoft Store を閉じていただいてスニッピングツールを起動します。この時プリントスクリーンキーやシフトキープラス Windows キープラス S キーのショートカットから起動すると動画撮影機能が使えませんのでスタートをクリックして右上のすべてのアプリ一覧からスニッピングツールを起動します。 スニーピングツールを起動したら画面上にあるビデオアイコンをクリックして動画撮影モードに切り替えます。そしてモードを切り替えたら新規のボタンをクリックします。クリックすると画面が薄暗くなるのでまずどの範囲を録画するかを決めていきます。録画範囲の開始地点を決めたら左クリックを押しっぱなしにしながら範囲選択していきます。そして最後に左クリックを離します。 もしこの録画範囲を修正したい場合は範囲選択された角の白い太枠を左クリック押しっぱなしにしながらマウスをスライドしていくとこのように修正することができますそして左クリックを離します録画範囲を決めたら次にマイクやシステムオーディオを含めて録画するのかを決めていきます画面上に操作アイコンがいくつかありますがマイクからの音声を入れるか入れないかを マイクアイコンをクリックして切り替えます。この画面ではマイクのアイコンに車線が入っていますので無効状態となっています。なのでマイクからの音声は録音されません。録音したい場合はマイクのアイコンをクリックします。そしてメニューにあるミュートの項目をクリックします。これで車線が解除されてマイクが有効になります。また複数のマイクをパソコンに接続している場合はマイクのアイコンをクリックしたときに この一覧からどのマイクデバイスを使うかを選択します。そして選択されたデバイスは項目の左側に黒丸のアイコンがつきます。次にシステムオーディオの音を入れるかを決めていきます。このシステムオーディオというのはマイク以外のパソコン内で発生している音が対象になります。例えばパソコンの通知音や再生している映像の音、その他にプレイしているゲーム音などが対象となります。 それらの音を録音したい場合は、このシステムオーディオの項目を有効にしておいてください。そして、この2つの設定を行ったら、スタートボタンを押して録画を開始します。録画最中ですが、その範囲が赤い破線で表示されます。また、録画最中も画面上にアイコンが表示されますが、このアイコンから一時停止であったり、 録画の終了を行います。録画の一時停止を行う場合は、一番左側のアイコンをクリックします。そして再開するときにもう一度クリックします。また、マイクやシステムオーディオの有効無効の切り替えは、録画最中でも行います。そして一番右側にあるゴミ箱アイコンですが、現在録画しているデータを破棄して録画し直す場合にはクリックしてください。 また元の画面に戻るので新規作成ボタンから録画範囲を決めてスタートボタンをクリックします。そして録画を終了する場合は画面上にある赤い四角のアイコンをクリックしてください。クリックするとスニッピングツールの画面に戻り録画したものを再生確認することができます。録画を終了して映像を確認した後ですがまだこの段階では動画ファイルとして保存されていませんので保存したい場合は 画面右上の名前をつけて保存のアイコンをクリックします。名前をつけて保存の画面が出ますので、保存先とファイル名を決めていきます。そして画面右下の保存ボタンをクリックします。これで今録画した動画が MP4 のファイル形式で保存されます。以上がスニッピングツールでマイクやシステムオーディオの音を入れて録画する手順となります。 この動画を見ていただいて参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。